グラベルレーサーとして開発必要十分なクリアランス、アウトフロントジオメトリー、フレームサイズに対してステムが短い 70mm、 ギアグルーブ、キャニオン純正のライト、ギアグルーブエアロエクステンション、リモコンの蓋みたいな袋が出てきます。サドルバッグが切りません。このバッグごと補給食を補給する、空気抵抗が 1.5W 減るらしい。一発で振動が収束し、バイクの挙動が乱れずに、グラベルバイクここまでよく走るんや。92万9000円、最上位グレードの、グレイル CFR です。はい、こんにちは、久々のバイクレビュー動画です。今回は、キャニオンが昨年2023年の秋に発売した、グラベルロード、新型のグレイルを、レビューしていこうと思います。このバイク先日日本バイシクルオブザイヤー2024で大賞を受賞したバイクです。キャニオンジャパンさんからお借りして、舗装路グラベル合わせて300キロ走り込んできたんで、このバイクがどんなものなのか、しっかり見ていこうと思います。まずバイクの立ち位置についてなんですけど、キャニオンは以前からグラベルバイクを2車種初代グレイルとグリズルラインナップしてたんですけど、グラベルレースに最適化したバイクっていうのが今までなかったんですよね。で、実際2022年に初開催されたグラベル世界選手権でも、マチュー・ファンデルプールはオールラウンドロードバイクのキャニオンアルティメットに太めのタイヤを履いて出場しています。で、そんな状況を受けて開発されたのが、この新型グレイルです。このバイクは純粋なグラベルレーサーとして開発されました。名前は初代と同じ、グレイルなんですけど、ジオメトリーもコンセプトも、全て別物と言っていいです。グラベルレースで速く楽に走れるように、スピードを出すための剛性や空力っていうのはもちろん、快適性を高めて疲労を軽減する工夫、さらには、工具類とか補給食を、スマートに運ぶユーティリティ性っていうのを兼ね備えています。で、この新型グレイルのラインナップなんですけど、グレードは3種類、 CFR、CFSLX、 そして CFSL、 この3グレードとなっています。で、最上位モデルの CFR と CFSLX は、形状は同じで、素材違い、カーボンのグレードが違うっていうような、違いで差別化されてます。で、CFR は、CFSLX に比べて、BB 合成とヘッドチューブの合成が、10% 向上していて、さらに、フォークの合成も 4.5% 向上しているそうです。で、さらに重量も軽くなってて、より硬く、より軽く、よりレースに、特化した、仕様となっています。CFSL は、一部仕様が簡略化されています。基本的なフォルムは一緒なんですけど、細かい部分で、省略されていることがあって、エントリーグレードというような、立ち位置になっています。もちろんその分、価格はかなり安くなっています。このフレームの重量なんですけど、 CFR は 855g、 CFSLX が 933g、 そして CFSL は 953g となってます。で、今回レビューするバイクは最上位グレードのグレイル CFR です。で、コンポーネントはシマノの GRX DI2 で、車重は 8.3kg、価格は92万9000円、今回試乗用にお借りしたサイズは S サイズとなります。じゃあまずフレームデザインから見ていこうと思います。このバイク、ベースになっているのは、軽量オールラウンドロードバイクの、アルティメットです。で、基本的なチュービングはカムテール形状のちょっとエアロを意識した、フォルムになってます。グラベルレースといってもやっぱりトップカテゴリーは相当なスピードが出ますし、長時間走り続けるんで、バイクの性能を犠牲にしない程度で空力がいいに越したことはないんですよね。で、アルティメットとの、見た目でわかる最大の違いはタイヤ幅ですね。この新型グレイルは、フロントが 42mm 幅までのタイヤに対応、リアタイヤも同じく 42mm までのタイヤを収められるようなクリアランスが確保されています。
でこれね、最近のグラベルバイクってもっと45ミリとか、50ミリが入るようなものも、結構あるんですけど、ただむやみに太いタイヤに対応すると、フレームデザインが制約されちゃうんですよね。特にこの BB 付近のチェーンリングとタイヤに挟まれる部分、ここはタイヤが太くなると一気にスペースがなくなるんで、極端に薄くしたりとか、チェーンステイを上とか下に逃がしたりする必要があって、バイクの走行性能に影響を与えてしまいます。で今回のこの新型グレイルはあくまでもグラベルレーサーなんで、グラベルレースで使う40ミリ前後のタイヤに最適化された、必要十分なクリアランス設計がされているっていう印象ですね。次にジオメトリなんですけど、特徴はトップチューブが長くってステムが短い、アウトフロントジオメトリーであるっていうことですね。マウンテンバイクなんかはこういう傾向があるんですけど、トップチューブを伸ばしてヘッドを寝かせて、で伸びたリーチ分、ハンドルのステムを短くすることでポジションを出す、これのメリットはホイールベースを延長して直進安定性を高めること、特にフロントセンター、BB からフロントホイールの車軸までの距離が伸びるんで、バイクがすごく安定するようになります。でヘッドアングルは、この S サイズで 71.5 度、ロードバイクに比べると結構、寝たヘッドアングルになってます。先代の、初代グレイルがヘッドアングル 72.5 度だったんで、1度ぐらい、スラックになったっていう印象ですね。で新型グレイルには専用のハンドルがアセンブルされまして、 CP0039 ダブルドロップバーっていうハンドルです。ステム一体型のカーボンハンドルですね。特徴はですね、この上ハンドルにバックスイープが5度ぐらいついてること、手で持った時に握りやすいような工夫がされてます。しかも正面から見てもちょっと撫で方になってます。このステム部分よりもブラケット部の方が一段落ちたような形状になってます。下半部分はグラベルハンドルらしいフレアハンドルになってまして、角度にして16度フレアしてます。なので激しい下りなんかではこの下ハンドルを握ることでフロントタイヤをしっかり押さえてバイクをコントロールすることができます。他の仕様としてはリーチは短めの69ミリ、ドロップは115ミリです。で、フレームサイズによって装備されるこのハンドルのサイズが変わりまして、ハンドル幅は420ミリから460ミリ、ステム長は60ミリから80ミリとなってます。で今回のこの S サイズに付属するハンドルの仕様は幅が420ミリ、ステム長が70ミリとなってます。で S サイズといっても対象となる身長が172センチから178センチなんで、フレームサイズに対してかなりハンドルのステムが短いことがわかると思います。ちなみに、よりレース向けのライダーに対しては、別売りで CP0047 グラベルコックピットプロっていうハンドルが用意されてます。こちらは基本的な形状は同じなんですけど、より狭くより遠いエアロポジションが取れるようになってまして、幅が400ミリ固定で、ステム長が80ミリから110ミリが選べるようになってます。でこのハンドル価格が5万900円なんですけど、一体型ハンドルの中ではかなり安価な部類だと思います。他にね、ちょっとキャニオンらしからぬ特徴がありまして、実はこのバイクフォークコラム径がオーバーサイズ1と8分の1インチなんですよね。キャニオンのバイクはだいたいね1と4分の1インチの台形コラムが採用されてまして、昔から市販のステムが使えなかったりしたんですけど、このグレイルについては振動吸収性を高めるためにあえて剛性を下げる細いコラムが採用されてます。でしかもブレーキホースもセミ内装、ヘッドチューブからホースが入ってるんですけど、実はこのハンドルの下を見るとブレーキホース露出してます。でこういう構造なんで市販のステムとかハンドルを取り付けることができるようになってます。ポジションの自由度っていう点ではね、多分キャニオンのドロップハンドルバイクの中でもトップクラスの部類かなと思います。このステム一体型のハンドルって、問題になるのがアクセサリーの取り付けなんですよね。
まあ、大体ハンドルの裏にステーがついてて、そこにガーミンとかライトとかぶら下げたりできるようになってるんですけど、ここはねさすがキャニオンっていう感じで、ハンドルと一体型のマウントが純正で用意されてます。このハンドルの中央部分にギアグルーブっていうこの取り付け用の台座が備えられてます。でここに純正のサイクルコンピューターマウントやライトマウントみたいなものを取り付けられます。で今回このバイクについてるのが、上がガーミンのマウントで、下がこのキャニオン純正のライトをマウントできるようなブラケットになってるんですけど、これが優れもので明るいライトなんですけど、このボタンを押すと簡単に外れるようになってます。でつけるときはこうマグネットで吸い込まれるようにつくようになってます。角度もこうカチカチ変えられるんで、かなりね使いやすいです。で充電式で USB Type-C 充電で、明るさが3段階調整になってます。でこのライト自体は他のキャニオンのロードバイクとかにも使えます。このブラケットも用意されてますんで、キャニオンのバイク乗られてる方、このライトだけでも一度使ってみるといいかもしれません。このついた状態でかなりねスマートで、ハンドルとすごく一体感があってかっこいいんですよね。このギアグルーブを利用して専用のエアロバー、ギアグルーブエアロエクステンションというものを取り付けられるようになってます。グラベルバイクにエアロバーって似合わない気がするんですけど、実は長距離グラベルレースだと結構この DH バーの使用率が高いんですよね。エアロな効果ももちろんなんですけど、この状態を休めるっていう意味で使用率が高いそうです。でスペーサーを使うと高さを設定できますし、このバー自体の長さと角度は自由にアジャストできるようになってます。ただ一番最下位の普及グレードの CFSL にはギアグルーブが搭載されてないんで、その点だけご注意ください。次シートポストなんですけど、このシートポストは形状はアルティメットと同一形状のものになってます。ただカーボンの積層が変更されてまして、すごくね前後にしなりやすい、あえて剛性が低い作りとなってます。バイクを押さえてちょっと力をかけると、この大きくたわむのが分かると思います。このサドル部分かなり動いてます。乗車中地面からの突き上げに対してシートポストが変形することで、ライダーへの衝撃をシャットアウトするというような構造ですね。しかもこのピラーのこの後部、実はマウントが直付けされてて、これもキャニオンのライトを直接固定できるようになってます。バンドとかが一切ないんで、すごくねスマートにかっこよく取り付けられます。はい、じゃあ次にユーティリティですね。この新型グレイル、グラベルレースに必要なアイテムをスマートに持ち運ぶための工夫が各所になされています。まずボトル台座なんですけど、通常のダウンチューブとシートチューブに加えて、このボトムブラケットの裏にも1箇所備えられています。さらにトップチューブバック台座、ここにボルトオンのトップチューブバックを取り付けられるようになってます。でここまでは大体のグラベルバイク備えている特徴なんですけど、キャニオンはこんなもんじゃないです。すごいのがね、このダウンチューブ上面のなんかリモコンの電池の蓋みたいなやつですね。これねロードダウンチューブストレージっていう名前がついてるんですけど、この蓋を開けるとポンプ、これ私の私物なんですけど、トピークのマイクロロケットポンプに対応したブラケットと、さらにキャニオンのミニツールが入るようになってます。さらにこの中を覗き込むと、DI-2 のバッテリーが入ってたりもするんですけど、ちょっとこう引き手があるんですよね。でこれを引っ張ると、袋が出てきます。なんかうなぎみたいな、これがねロードツールパックっていう、名前がついてるんですけど、これジッパーを開けると、中に、こんな感じの、束になったツール類が入ってまして、まずこれ交換用の TPU チューブですね、軽量なチューブです。
でさらに、CO2 インフレーター、ボンベと、バルブ、加えて、タイヤレバーが、この専用の、シースに収まってます。これだけのパーツが、ダウンチューブの中に収納できるんで、まあ、ちょっとしたポジション変更とかパンク修理ぐらいなら対応できます。このバイク、サドルバッグが基本的にいりません。さらに専用のフレームバッグが用意されてます。このフレームの前三角の内側に取り付けたマウントを利用して、このフックとマグネットで固定されるようになってます。このバッグなんですけど、長距離のグラベルレースのエイド補給所でこのバッグごと補給食を補給することで、滞在時間、ストップする時間を少なくするためのものらしいです。まあ、なのでこういうワンタッチ機構がついてるんですよね。まあ、ただね、これ結構ワンタッチって言いながら操作しづらいです。でバッグの開閉は、マグネットフラップ、さらに中に止水ジッパーがあります。で中はこんな感じ、口にマチがついてて大きく開くようにはなってるんですけど、容量はかなり少ないです。まあ、というのも上のこれぐらい、下のこれぐらいはスペースが固定機構に取られてしまってます。こんだけ大きさサイズあるんですけど、中はねコンビニおにぎりが3つぐらいしか入らないんじゃないかなっていう感じです。まあ、なので荷物運ぶっていう意味では正直結構微妙です。まあ、これつけることで空気抵抗が微妙に 1.5 ワットだったかな、減るらしいんで、空力部品的な意味合いが強いのかもしれません。あとね、このフレームバッグ、実はフレームサイズごとに専用のバッグが用意されてます。アホやなと思いますけど、まあ、こういうとこのこだわり方はキャニオンらしいですよね。グラベルバイクといえばバイクパッキング、バイクにいろんな荷物をくくりつけて、まあ、キャンプとかツーリングをするっていう、使い方も、まあ、一つの乗り方スタイルとしてあるんですけど、そういう用途を想定したバイクにはフロントフォークにボトルケージとか汎用のキャリアを取り付けるための、ダボ穴が開いてます。まあ、ただこのグレイルにはそういうのが一切開いてないんですよね。まあ、というのもこのバイク、本来グラベルレーサー、グラベルレースのために開発された、バイクですし、まあ、あとこのダボ穴つけることで、フロントフォークの剛性が変わってしまうからあえて取り付けてないらしいんですよね。まあ、ただオプションでマウントを増やすためのこのロードフォークスリーブ、まあ、プラスチック製の、スリーブでこのフォークを挟み込んでクランプすることでストレージマウントを増やすアダプターっていうのが販売されてます。で実際つけてみると、こんな感じになります。フォークの裏に段差があってそこにはまり込むようになってるんでずり落ちてくることはないです。で実際は、まあ、こんな感じの、これはねキャニオン純正の、まあ、汎用のマウントなんですけど、まあ、こういうものをボルトで取り付けていくって形になります。でこのフォークスリーブ、締め付けトルクが結構低い、規定トルクが2ニュートンメーターなんで、そこだけちょっと注意してください。これを活用すれば、まあ、大きな荷物、例えばテントとか寝袋なんかを運んで、バイクパッキングにも使うことができます。じゃあ次ね、他のコンポーネント見ていきましょう。まずタイヤとホイールですね。ホイールは、DT スイスの、GRC1100、ダイカットっていう、まあ、グラベル用のホイールですね。でリムは、内幅が 24mm、外幅が 32mm、リムハイトが 42mm の、カーボン製フックレスリムです。でハブはセラミックベアリングを搭載した、DT180 のハブになってます。でね、このホイール多分結構いい値段して、価格書いてないんですけど、まあ、同じようなグレードの DT の他のホイールから想像すると多分2500ユーロ、40万ぐらいするホイールだと思います。このバイク92万9千円ですけど、その4割以上このホイール代っていう感じですね。で組み合わされるタイヤはシュワルベの G1RS ですね。でこのタイヤはねグラベルレースに曲振りしたタイヤで、センタースリック、いやほんまにスリックです。グラベルレース専用のハードパックの路面を高速で走るためのタイヤです。
舗装路なんかすごく早いんですけど、まあ、あの間違っても泥でのグリップとかは期待しちゃいけないタイプのタイヤですね。でコンポーネントはシマの GRX DI2、 フロントは2枚、フロントダブルで、リアは11枚変速となってます。まあ、シフトは速いですし、まあ、このブレーキもすごくよく効くんで不満はないんですけど、まあ、強いて言うなら機械式の GRX はすでに12速化してるんですよね。まあ、ただ DI2 はまだモデルチェンジ前で11速のままなんで、まあ、一応これ現行モデルなんですけど、ちょっとなんか型落ち的な感覚は感じてしまいます。はい、では実装レビューです。今回このバイク2週間ほどお借りして、だいたい舗装路とグラベル合わせて300キロぐらい走り込みました。で乗り始めてまず感じるのが乗り心地の良さですね。まあ、もちろん 40C クラスのタイヤを履いてるんで振動吸収性が高いのは当たり前なんですけど、それを差し引いてもこのフレーム自体かなり振動を吸収して減衰する性能が高いと思いました。一発で振動が収束してくれるような印象です。で初代グレールは結構ここがバタバタしてたんですけど、それに比べると別物ですね。でフレームの剛性なんですけど、オフロード用のバイクなんで、ガチガチに硬いわけではないです。ただこのバイク自体が結構しなって、しかもそれでもロスなくなんか伸びていくような印象はあります。まあ、この辺結構抽象的な言い方になってレビュー聞いてもよく分かりにくいところなんですけど、まあ、とりあえずねこの90万円以上の価格に見合った走りはしっかりします。正直ねグラベルバイクここまでよく走るんやと思いました。でハンドリングについてはジオメトリーのところで説明したようにヘッドがちょっと寝ていて、しかもフロントセンターが長いアウトフロントジオメトリーになってます。走ってみるとやっぱりまっすぐ走りやすいですね。舗装路の白線の上をトレースするのなんかは簡単ですし、まあ、グラベルの路面でも、まあ、グリップが悪い場所、砂が浮いてる場所、そういうところでもバイクの挙動が乱れずに走ってくれます。でコーナリングは小刻みに左右に切り返すような走りっていうのはあんまり得意じゃないんですけど、まあ、1回バンク角を決めて打角が決まったらもうそのまま安定して曲がってくれるような印象です。まあ、グリップの安定しないオフロードだと、まあ、こういうバイクの方が乗りやすいです。まあ、あと何よりねパンク修理キットとかをいちいちサドルバッグに入れたりとか、ジャージのバックポケットに入れたりしなくてもいいってのかなり楽ちんですね。うっかり持っていくの忘れることもないですし、必要な時にはすぐに取り出せますし、まあ、これね便利だなと思います。まあ、こういうねフレーム自体にでかい穴開けるのって、まあ、絶対強度とか剛性に影響あるんで私ちょっと否定的だったんですけど、まあ、1回使ってしまうと便利ですね。もう全部のバイクに欲しいですこれ。はい、というわけで、キャニオンの、グレール CFR、レビューしてきました。まあ、まとめると、よく走ります。ちゃんと値段分の走りはします。で乗り心地もいいです。しかも汎用のステムとかハンドルが使えるんでポジションの自由度も高いです。加えてストレージも充実してるんで、まあ、パンク修理キット、工具そういうものをサドルバッグなしで持ち運ぶことができますし、まあ、必要ならば専用のフレームバッグをつけて補給食なんかもスマートに運ぶことができます。まあ、ユーティリティ性も抜群ですね。このグレイル、グラベルライドだけじゃなくって、まあ、日常の使い方、まあ、サイクリングとか、ツーリングなんかでも、すごく使いやすいバイクじゃないかなと思いました。まあ、難点というとサイズ問題ですね。私身長177センチあって、まあ、日本人の中では結構身長高い部類だと思うんですけど、その私でも、このグレイルは S サイズになります。 M サイズになるともう180センチ以上が対象っていう感じになってしまいますね。かなり想定している身長が高いんですよね。まあ、なので身長170センチ160センチ台の人はちょっとサイズで苦労するかもしれません。これキャニオンっていう直販ブランド特有の問題なんですけど、実車を見れないんでこのサイズがちゃんと合ってるんかとか、このフレームの細部がどうなってるんかっていうのを確かめにくいんですよね。でそこはねキャニオンジャパンもちゃんと把握をしてまして、世田谷にあるキャニオン東京テストセンターはじめ、まあ、いろんなところで試乗会を開催してます。
短時間の試乗じゃなくって、じっくり乗ってそのフレームのサイズ感とか走りを確かめられるような試乗会になってるんで、まあ、ぜひねキャニオンさんの、ホームページとか SNS チェックして、興味があるバイクがあれば参加してほしいなと思います。まあ、やっぱりね通販で買ってサイズ合わなかったとか、思ったような走りじゃなかった、思ったようなバイクじゃなかったっていうのは一番がっかりするんで、まあ、そういう機会は活用していただけたら嬉しいなと思いますってキャニオンの社長さんが言ってました。はい、ということで、久々のバイクレビュー、キャニオンの、グレール CFR DI2 を取り上げて語らせていただきました。またこういうバイクレビューマイペースでですけど、続けていきたいと思ってるんで、ぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。